吉田さん、行く年、来る年、バカ野郎と。年が変わったからって,言って何も変わらねえぞ何も変わらないのは、やることやるしかないってことですよ。別にね、1月1日だからといって、浮かれている暇はないと。そんな立場にはないということなんですよ。人並みに正月を送ろうと思ったら、やっぱ人並みにね、稼いで、自由を手にするしかないでしょ。 去年の希望欲望も達成できなかったのに何やってんだということですよねまあ差をつけるとしたら人がやってない時にやるしかないでしょうね1月1日は多くの人がサボってる時ですそんな器でも力量でもないのにみんなねああ正月だ休みだ、ね、浮かれてますよねそのとにやらないとつまり 人がやってる時にその数倍やって、人が休んでる時にめちゃくちゃやると。そうやって差をつけるしかないのかなというところでございます。私はのんびりさせてもらいます。ざまあみろということで、いってらっしゃい。